さ、自分の人生でまさかピアス開ける日が来るとは思わなかったって、私別に話すつもりじゃなかったんだけども、まあ自民さんの影響なんです。ああ、今なんかほんのり頬がピンクになってる。いやいやいや、いい影響。私も本当ピアス興味ないし、ね、痛いし怖いから、ラミちゃんも本当怖いから全然縁ないものと思ってたんだけども、ある日自民さん、今年の頭ですよ、自民さんがデザインして考えたピアスを発売しますよってことで、欲しいじゃない。ああ、もう開けない、絶対開けなきゃ、もうこれ買えることになったら開けなきゃと思ってて、買うじゃん。発売の時間と同時にパソコンの前に座って用意したら秒で完売です。早っ。買えなかったの。結局買えなかったの。自民さんピアス買えなかったんだけども、開けて待ってたのに。いやいや、もちろん開けてない。 買ってから開けようと思ったんだけども、買えなかったんだけども、うん、自民さんが本当に楽しそうにピアスのことをね話してたの。ピアスが可愛い可愛いって。これは買えなかったけども、もう開けるっきゃないこれだけ自民さんがねピアスがいいって言ってるのが、私開けるかどうすんの、怖いけど開けるさ。それさ、開けました、開けて正解よ。毎日楽しいんだもん。服着してもピアスもさ、ほら、あ、この服だったらこのピアスが合うかなとかで、他の番組で違うタレントさんに会っても、あ、この方はこういうピアスが好きなんだなとか、いちいちいつも見ないのに見て、で、若い子にはこんなピアスが流行ってるのかなとか見たりするじゃない。やっぱりね、ジミンさんがやっぱりゆらゆらするのが好きな、ジミンちゃん、ね、うん、私はやっぱりゆらゆら系が好きなのよ、うん、いや、いい影響だね。カランカランって、今日もすごい影響を受けてるでしょ、可愛いでしょ、うん、でもいいことじゃん。そうなの、こんな楽しいことがあったんだと思う。楽しいこと知ったんだもん。そうだからね、私思ったんだけども、私たち50年以上生きてるけども、うん、まだまだあるぜと。楽しいこと、ね、経験してない楽しいいっぱいあるぜと思ってね、知らないこといっぱいあるよ、楽しくって。